ハマショーが出演している原翔なゲームの RTA、始まるよ。スタート選択から計測開始です。はい、用意スタート。お願いします。ソラオ、なんだこれ。お前んとこにも来てる。いたずらメールかな。なんだろうね。ソラを見てくれてどういうことかしら。なんだろうね。仕事に戻りなさい。いじらって、どういうことかな。俺んところにも同じのが来てるよ。何に悪い。何なのこれ。何か物らしい。嘘だ。まだ勤務時間内だぞ。虹って夕方でも見えるの。やっぱいたずらだろ。だよな。あれかな、ほら。あら、雲だよ、雲。虹なんてないじゃん。虹って、あれ？え？お前、なんか見えるの？なになに？どこ？あれだよ。ほら、あれ。
モノクロームレインボーの世界へようこそ。やっとムービーが終わりましたね。ここから操作パートです。テキストは適当に読み飛ばし、高速でストーリーを進めましょう。途中に選択肢が2つ、いずれも上選択、つまり丸連打だ。おや、浜翔が何かくれるようです。虹色に光る玉玉をもらい受けました。各所で主人公を救う便利道具です。丁寧にしゃぶっておきましょう。メッセージが高速で流れるので、話の流れはこちらで補足します。今の話は、世界が非常事態なので、コンサートツアーで解決しよう。といったことを、浜生姜のたまいました。先ほど白い虹を見た主人公は、虹に選ばれし者、であり、全人類中、最も浜翔の使いパシリに適した存在だったらしいよ。言うなれば、あの屋敷はこの世界の最後の砦かな。第一章の舞台、イオレータ着。長かったな、もう。早速浜翔が、下宿先の案内をしてくれるようです。お邪魔します。部屋に入るなり名前入力です。キーレンダに気をつけましょう。虹は同性愛の象徴、よって虹に選ばれた主人公はホモ。下宿先ですが、もともとアダマなる人物の住まいだった模様です。それがすでに占拠済みなのをいいことに、浜翔が占拠済みとのこと。そしてこのギターがアダマの遺品、ラキューブくんです。オープニングで浜翔の前に降ってきた楽器くんですね。当然、浮遊し口も聞けます。もう何でもありだな。いわく、浜翔をこの世界に導いたのが、ラキューブくんとのこと。この世界には現在、悪の正気、グラルエナジー、が満ちており、その浄化のために、浜翔のライブが必要だったらしいです。しかし、浜翔自身は正気に耐性がなく、集客などを一人では行えません。そこで、人類唯一のグラルエナジー適応者である、ホモが呼ばれました。つまりは使いパシリです。集客からバンド調整まで一人でやらされるよ。早速、声かけ集客の仕事が言い渡されました。なんで俺立たしてやるか。しょうがねえな。で、いきなり誰もいないじゃないか、壊れるな。
と思っていたら、一般通貨ジジイが現れました。この場所で、何やら研究を行っていたみたいですね。耳が遠いのか話を聞いてくれません。この集客、難航するな。仕方ありません。さ、次やりましょう。もう少し人の集まってそうな場所へ。そこなる広場に人の気配あり。行きますよ、行く行く。しかしまあ、しけた村だな。お、どうやら人がいるようですね。話しかけて集客してみましょう。2回話しかければ、ライブに来ていただけるんですね。あなたくらい顔してますよ。ご存知ないかもしれませんが、浜田翔吾という人物がおられまして。その歌を聴けば、立ちどころに諸問題が解決する寸法でございます。もちろん代金などは一切取りません。実は私も善意で集客中の身でして。ぜひ一度、騙されたと思って、一度来てみれば人生変わりますよ。ここはこんなもんで上等でしょう。次の集落を目指します。南西の方角に人の反応あり、目指せ目指せやることが変わらないので、倍速しとうございます。ほい終了。最後に、この村の代表者に挨拶して、集客完了です。彼が村長ですが、他の村人と同じく、全くの無気力状態ですね。おっと。ここでホモのたまたまが、光を放ち始めました。虹の卵の効能で、村長が不能から立ち直ったようです。これ、もう主人公がいれば、浜翔のライブいらないんじゃ。さて、元気になった村長から、孫娘の捜索を依頼されました。北の森にいるようなので、ねっとりと勧誘もいたしましょう。早速発見しましたね。話が早くて大助かりだ。え、何それは。どうやら少女のアイガングのようです。気にせずさっさと帰らせましょう。素直でいいメスガキだった。ひとしきり集客が済んだので、下宿先に戻りとうございます。浜ちゃん帰ったよ。集客もしてきたよ。浜翔と尺八がいるには、ライブには、楽器銃、なる存在もいるようです。ラーの鏡で、ちょっと待って、それドラクエネタだよね。森まで U ターンし、陰銃を回収してきましょう。とんだブラックバイトだー。お、その陰銃よこすんだよ、悪しろよ。お断りされました。自分で捕まえるからいいよ、バカチンコ。陰銃は、各省で捕獲の必要があり、その都度ミニゲームが挟まれます。その初出となる本章では、がっつりチュートリアルあり。当然飛ばせないので、できる限り、早急に戻れるよう、頑張りましょう。ちなみに、チュートリアルは移動、視点移動などステップごとに分かれ、ステップは経過時間で進行、各約40秒。動画容量削減のためにも、棒立ちが一番でしょうね。もう喋ることないよ、倍速。すいません、木の下ですけど、まだ時間かかりそうですかね。やーっと終わりが見えてきました。いよいよ陰獣を捕獲するようです。陰獣は、鳴き声に合わせて笛を吹くと出現します。聞こえましたね。今のに合わせてボタンを押します。すると陰獣が、皮をかむった状態で出現します。すかさず捕獲ボールを発射して、我が物としましょう。なお陰獣の皮からは目が生えており、見つかると逃げられてしまいます。3回逃げられると、ミニゲームが強制中断です。お気をつけ。この調子でさらに撤収しましょう。残り1匹。
タンクトッパーゲットだぜ。早速帰って浜翔に報告しましょう。コメントは丸抜交互連打で高速で読み飛ばせるぞ。さて、集客に加えて演獣も集め終わり、いよいよライブが開始できます。マップ画面のメニューから、ライブへ向かうといたしましょう。それでは第一章のライブ。ライブ前に、捕獲した演獣を選択しましょう。これでよし。いよいよ本番です。疲れました。これにて一章クリアです。浜翔からのありがたいお言葉を賜り、次なるライブの英気を養いましょう。いいライブができたよ。ありがとう。これからもよろしく。ライブを成功させたことで、この地域の正気が消えました。正気が消えたことで、人々も正気に戻りましたね。しかし、戦いはまだ終わりではありません。ここアレット各地には、未だ正気に蝕まれた地域が存在するのです。具体的には、あと6回ほど同じ流れを繰り返せば、平和が訪れるでしょう。このゲーム、ライブとアニメ以外、褒めるところねえな。わざわざ RTA をする意味は、もっとねえな。
ありがとう。よくやってくれた。いや、そんな。いやはや、まったくもって見事なご活躍、不肖阿波金感服いたしました。あなた、さっきの。紹介しよう。アレットの科学者で、このアダマ帝の執事、阿波金氏だ。そして彼が飛べる。アダマ様がお亡くなりになって早150年。どんなにこの時を待ち望んでおりましたことか。ラティウン、あれを。私たちは今、ラティウンの記憶を見ているのでございます。これがアレットの古の姿。綺麗だ。我がアレットは虹の国。あなた様方の世界に虹をかけ、その虹を通して伝わる温かなエネルギーを浴び、すべてのアレット人は平和に暮らしておりました。人々はコルビスたちと共に歌い踊り、この地は無常の喜びに満ちていたのでございます。ところがある時、虹は突如その色彩を失い、その虹を伝わって忌まわしいグラルエナジーがアレットに襲いかかったのだ。グラルエナジー。僕たちの世界に満ちてしまったネガティブな精神エネルギーだよ。何ですって。グラルエナジーはあらゆるものからその輝きを奪い、その中で人々は絶望し、悲嘆に暮れ、催眠に満ち、ついに姿形まで変わってしまうものさえ現れたのです。コルビスたちは自らの身を守るべくその姿を変え、眠りについてしまったのです。この人は？アダマ様。アレット随一のラティウムの使い手アダマ様は、たった一人グラルエナジーに戦いを挑まれたのです。しかしアダマ様はいつ果てるとも知れぬ戦いに疲れ果て、ついにお亡くなりになりました。不肖アワキン、グラルエナジーに対抗すべく研究を重ねて150年、ついにラティウムの復活が叶ったのでございます。そしてラティウムは、浜田様をこの地へと。ムービー終了。さっさと連打して2章に進んでしまいましょう。操作時間の大部分は文字送りです。連打速度は非常に重要ですぞ。だからって選択肢で無限ループの方を2回も選ぶのは NG。 選択肢が控えている文字送りは丁寧に行いましょう。ここは先ほどのライブ会場ですね。ここも地味にロードが長いんだよな。さあ、ついに2章の舞台へと移動するようですよ。アレットさんの車、なかなかいいぞ。ビオレータでの浄化成功で久々に晴れ上がった空でございますな。それもここまでだ。次期グラルエナジーの支配下に入る。うん。浜田様、この先はできる限り安静に。
対グラル装甲のシールド効果は完璧ではありません。おしゃべりもお控えください。わかりました。では私は失礼して。うわ、暗っ。これが現在のアレットの平均的な風景だ。あれはグラル海、土壌の石灰質がグラルエナジーに反応して形成される。物知りなんですね。今の私は褒められるような存在ではない。アダマと共に旅をし、アダマの感情を音として具現化するうち、私はアダマと精神を共有する存在となった。感情も記憶もだ。一心同体ってやつ。いかにも。しかしアダマの死とともに大半の記憶は失われた。目覚めた時私の中にあったのは、グラルエナジーは浄化されねばならないというアダマの強い意志だけだった。思い出さない方がいいことだってあるんじゃないかな。大事なのは記憶と忘却のバランス。あ、ごめん、喋っちまった。ぬわー、ムービー長かったな、もう。これで本当に一章終了です。この調子で二章もクリア。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。